どこに？あ、おー、誰か滑ってきた。うわー、めちゃめちゃ。こんにちは、村瀬ココモです。ココモ、はい、ココモです。かわいい名前。ココモちゃん、トイプードルにね、つけそうな名前ですけど、ね、かわいい。こちらスノーボード村瀬ココモ選手、先月17歳になったばかりの岐阜第一高校に通う高校2年生です。ここで村瀬選手の滑りをより近くで感じるため、みやぞんさんがカメラマンとなりレールのすぐ横でスタンバイ。お願いいたします。はい。遊びじゃない。そうですね、すごい。ちょっと僕もっと迫力あるの撮りたいんで、どこにいたら迫力感ありますか、これ。そのジャンプ台に着地する場所があるんですけど、その間に寝そべって、おかしなこと言ってる。その場所に行ってみると、こう、怖すぎるでしょこれ。縦に撮る。遊び付き合う。はい、覚悟を決めたみやぞんさん、ね、果たしていい映像は撮れるのでしょうか。この、ま、真上に行くわけですね。それではお願いいたします。はい。言われなかったらスノーボードって分かんない。カラスがシュンって言った感じ。カラス。こちらがみやぞんさんのカメラ。一瞬。確かに一瞬のことだったんですけど、ここ見てください。村瀬選手はみやぞんさんをしっかり確認して撮ってるように見えますよね。村瀬選手の目線カメラは見てる。みやぞんさん見えましたか。はい、見えました。めっちゃ見えました。楽しんでる。こんな感じ。